ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia Xperia Z5SOV32 Xperia Z5SOV32 はソニーモバイルコミュニケーションズによって開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第3.9世代移動通信システム第4世代移動通信システム対応スマートフォンである SOV31 の後継機種グローバルモデルである エクスペリア Z5 の日本国内ローカライズモデルであり、エクスペリアシリーズでは初の指紋認証対応モデルとなる。カメラ機能が大幅に強化されており、オートフォーカス速度はスマートフォン最速の0.03秒を実現している。また、高解像ズームは従来の3倍から5倍と倍率が大きくなっている。デザイン面ではサンドブラストと価格処理を施した、 フロスト加工のガラスを背面に採用しており、サラサラとした感触となっている。なお、背面において従来、エクスペリアのロゴがあった場所には、ソニーのロゴが配置されており、エクスペリアのロゴは、本体側面に刻印されている。本機は、au スマートフォンとしては、史上初となる3コンポーネントキャリア、キャリアアグリゲーションに対応している。 700MHzN800MHz プラスガ g h z の組み合わせで最大 300Mbps を実現しているが 700MHz 体の正式運用開始が遅れているため発売直後の2015年11月1日の時点において山形県の一部のエリアのみが 3ccca に対応となっておりそれ以外のエリアでは同時点において 3ccca を利用することが できない。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可ビルド番号 32.0d0.291 ビルド番号 32.0d0.300 ビルド番号 32.0d0.328 ビルド番号 32.1c0.281 ビルド番号 32.1C0.328 ビルド番号 32.1C0.364 ビルド番号 32.1C0.401 ビルド番号 32.3C0.274 ビルド番号 32.3C0.336 ビルド番号 32.3C0.371 ありがとうございます